ったり下がるの。こう止まってるから下がりようがない。下がりようがない。これ外すと、とグッと下がっちゃいますよね。そうそう。これがね、うん、重みで下に上って下がっちゃう。ちょっと待って。保管して新しいのを。つけちゃう。つけてて。それは潤滑というか、これね、ゴムとか滑らしたり、はい、ブッシュ入れたりするの。お酢もし。ほら。おお。すごい、すんなり。ね、しこっリアは長いっすね、ショックが。ね。はい、中間の大体20段ぐらいに合わせてます、はい、ロストトップに電水力の調整が、あ、その青いダイヤルが、うん、そうです。あー、なるほど。ハイエースでショック変える人ってどういう目的が多いんですかね。お仕事で使ってる人たちは、荷物を積んだり、下りで、荷重変わったりとか、そういうので、よく動いちゃったりする場合は、ショックで、乗り心地を、安定させたいなっていう人もいるし、逆にちょっとどうしても商用なんで、絡みとか、荷室に何も置いてない場合、こうさ、硬い感じがあるんだね。はい。その分逆にこう、ちょっと、マイルドにしたいなとか。ちょっと乗用車寄りに。うん、そう。4ナンバーの、そうだね。普通の標準ボディのお客さんとかでも、ちょっと純正硬めなのね。そうですよね。荷物いっぱい詰めるようにとか。そうやれないで。若干なんか跳ね感というか、弾かれるような感じはありますもんね。そう。後ろの方はやっぱりちょっと減衰の調整がついてるっていうのは、はい、もう本当に乗用車感覚というか、そうですよね。魅力かな。ハイエース用にこういう商品があるの僕そもそも知らなかったです。ハイエースはもう地型から考えたら当時からそんなに、車体形状変わってないので、もう皆さん結構つけてる人多いんで、はい。そうそう。ハイエースとかだと結構距離乗られてる方も多いと思うんですけど、はい。大体どのぐらい距離行って、まあショックをなんていうんですか、下手って交換って人もいらっしゃるんですかね。大体10万キロ付近で、抜けかけるのかなぁ。ちょっとずつやっぱりガス圧とか、はい。感じ取れないような感じもあるけど、やっぱりちなみに僕20万キロ乗ってるハイエース買っててふわふわですね。ああ、そうなんですね。じゃあもう交換しないとなっていう感じ。もう車の動きが落ち着かない、はい、ああ、ふわ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 。なるほど。はい、
次行きますか。はい。このプレートは何のプレートなんですか？あ、そこ。これで、はい、ここにスタビのリンクを貼ります。ああ、なるほど。ベース。純正だとないからってことなんですね。ああ。これも最後締め付けは、はい。ブッシュなので、はい、タイヤつけてちょっと荷重かかってショックとか、うん、そういうのは大体もうワンジ締めっていう形で、はい、持った方がこう今の段階で伸びきった状態で締め込むと、はい、落ちた時にこうねじっくりあスタートの段階でそう上がった状態っていうブッシュの位置になっちゃうんで、そうですよね。今は嫌です。よいしょ。これで、ここにプレートが入ります。入るわけですね。来た。はい、来ました。で、今度あれか、そっちが入んなくて抜けちゃうから。そうですね。両方合わせないと。右がハマってますね。それで。で、そっとつけるよ。ちょっと待ってください。あ、あ、そういうことです。来ました。この位置で。なるほど。仮止めね。はい。このスタビのカーブがうまくデフを避けるんですね。ね。ちゃんと設計されてます。ラインに沿ってブラケットが作るんですね。右と左で若干あ、本当っすね。この距離かな。はあ。そう、右側にマフラーに。あ、なるほど。マフラーを避けるために長さが違うんですね。そう、ダンパーもそうだし、あのサスペンションの取り付け位置とか、はい、はい。ビタビタです。
どうしようかな。大丈夫、はい、これも仮止めで、上も仮止めね。上も仮です。はい、で、ワンジ締めすると。そうだね、すごいっす。パッと乗って違いが分かりそうなぐらい。完成です。はい、ありがとうございます。今日はこれで作業は終了です。まあ、大体あのショップと、スタビライザー書いて、まあ、この後ちょっと単独とかに乗ってもらってインプレッションしてもらって、減衰力を調整したり、また後々今度ちょっと、高速道路とかレーンチェンジとか多いようなこう向きを変えたりする部分で LSD も用意してますので、それで今後また雪道とか通常でも今の足回りと LSD の効果とそういうのも試して行ってみたいと思います。今日実質作業的には 3、4 時間ぐらいでこの取りが終わらせてますので、特別このドライメントとかセットアップもないので、減衰の部分は中間からスタートして、そこから乗って乗り味で味付けをしていくっていうやり方です。はい、以上になります。またよろしくお願いします。